ございます。今日もディスク大会で岐阜県羽島市に向かっております。今日は曇り、ちょっと小雨が降るかもって言ってた。さあ今日も一日頑張りましょう。雨が降ってきた。最悪です。はい、受付してきました。今日も頑張りますよ。朝の連帯練習です。今日はスモール3と、そしてインター16と。桜堤サブセンター大会、ただいまより開会式の方を始めてまいります。練習できるように進めてまいります。分かってる分かってる、やることは分かってる、ランキングを一つでも上に上げて、チャンピオンシップ、そして次をステージに臨んでおります。はい、スモールドップ練習です。5、4ポイント。ハイレベルな戦いになっちゃうな。1投目テラー参ります。セッ、3、2、1、ゴー。1投目4ポイント。ファーストスローは4。手だ、離せ離せ。ゴー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 。セカンドスロー6。離せ、ゴー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 。ごめんごめん。30秒経過。ディスクダウン。6ポイント。15秒前。離して5、4、3、2、1。6ポイント。タイムアウト。5投中4投の成功です。22ポイント。以上をもちまして、スモールドッグファーストラウンド終了です。投げが下手くそすぎでした。ごめんね。セカンドラウンドはもうちょっとちゃんと投げるように頑張ります。昨日の父ちゃんの二の舞にならないように頑張ります。ピコ、これからだよ。ピコ頑張るよ、父ちゃんとね。セッ、3、2、1、ゴー。ノキャッチ。オッケー。5ポイント。30秒経過。よしよし。5ポイント。ノーキャッチ。低いよ、低い低い。5、4、3、2、1。ノーキャッチ、2投の成功です。10ポイント。さあ、本日関西から何人かの多いですね。1番ウィキ2歳のボーダーコリー、今日は加古川からのエントリー、コメント、タスキ、キャッチ、ピコ2キャッチ。テラー、ちょっと今日は母ちゃんもちょっとダメだったね。あれはテラーは頑張っとるよ。テラー、このまま頑張れよ。はい、グーッて、よう頑張りました。スモールのメンバーピコ背中キャッチ見た。空中で背中に当てとったでしょ。行き過ぎとる。超ディスク追い越しちゃうんですよね、もう本当に。あれ治んないっす。治んないの、あれ。やばい。ボランって言われとるよ、ピコちゃん。休憩時間。今日もまったりしております。雨の音がする。雨が降ってるんでカメラが出しにくいですね。
撮影はなしかな。一投目、四ポイント。ナイス。丁寧に、ナイスロー。オッケー、出ろ。六ポイント。大きく離せ、ゴーグ離せ、離せ、ゴー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 、 6ポイント、出ろ、来い、上手上手、オッケー、離せ、離せ、はい、ゴー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 、危ない、30秒経過、リスクダウン、ダウン、丁寧に、はい、離せ、ゴー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 、頑張っ、どうかな、15秒前、出ろ、丁寧に丁寧に、待て、5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 、
で、トータル40ポイントでフィニッシュです。2位タイ通過40ポイント椿のチーム、同じく2位通過セラのチーム、3チームいけた、3チームが決勝ラウンド進出と。ナイス、セラちゃんギリ、1、2が決勝に残れるんだけど、3投中ね、セラちゃんと椿が一緒に2位に上がりました。結局3投決勝進出です。母ちゃん下手くそだったね。また頑張りました。もう一回走れるよ、頑張ろうね。これから頑張って走るんだよ、ちゃんとキャッチするんだよ。いい、はい、ごめんね母ちゃん下手くそだったね。刺したね2回も。ちょっと落ち着いて止めて最後やったらちょっと飛びすぎたけど、まあいいやね。雨が結構強くなってきた。この音、ピコちゃん雨の中しよそうです。ピコ持ち点10生配信シャッ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 、うんこうんこうんこじゃなくちゃセッ3、2、1、ゴー。もう取った6ポイント。線気をつけて。ああ、どこに線気をつけて。見て上上、違う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 、あああああ、ハイブアンド。ナイスローや。おー。一等の成功6。やってもたまだ。トータルが16で。続きましては、はい、ピコお疲れ。ピコちゃんディスク見失いましたね。上がりすぎましたか、あれ上がりすぎ。でもさ、ディスク探す気なかったねあんた。テラ調子悪いね、母ちゃんがね。でも決勝にギリギリなんとか滑り込んだで、ギリギリやった、よかったな、本当ラッキーやった、ラッキーやった。最後はね、気持ちよくキャッチして帰りましょうね。テラ頑張れ。決勝です。
はい、今から決勝、ギリギリの決勝、ギリギリの決勝どうすか、ね、雨強くなってきたけど、手だがちゃんと取れるように丁寧に投げます。なんか雨強いよ。おーナイスロー、そんな感じ、はい、いいよ、丁寧に、オーケーグー、オーケーグー、練習はいいね。はい、決勝です。はい、頑張りましょう。ちょっと風が左から右に強くなってきました。抜けてますが、追いかけましょう。ファイナルステージ、参ります。セット、ナイスロー、1投目、いいスローだ、6、出なこい、後続のチームにプレッシャーを与えておきたい、1投目、ナイスロー、2投目、6、2つ、これが3投目、30、2つ決まって6、3つ、15秒前、5番 OK、 6ポイント、出ろ。さあ、ちょっとオーバーラン、タイムアウト、じゃあ頑張っ、オーケーグー、ラスト右側を押さえたか、6ポイント、よっしゃ、6が5つ、30ポイント、トータル70でフィニッシュです。さあ、後続の結果を待ちましょう。ゼロ頑張った、ラストスロー、3、2、1、さあ、6投回しだ、ラストスロー、いきます。ケラちゃん、決勝ラウンドパーフェクトキャッチです。2位になんとかなりました。ベタベタになっちゃったね、雨で。リコもちょっとトイレに出ようか、雨だけど。ケラベタベタだから拭いてもらってます。頑張った証拠やね、テラ。あいあいがさ、うちは仲良しだそうです。仲良しの印だって。映え写真映え写真、はい、続いて表彰状の方で、はい、皆様お疲れ様です。ステージスタートのチームおめでとうございます。16、合計16ポイントで16位です。わざとやな。テラ、最後頑張りました。頑張ってよ、テラちゃん頑張りました。 OK、 ピコも頑張ろうね、ピコももらえるように頑張ろうね。 OK、 さあ帰ろう、出発、帰ります。はい、後ろとか閉めたよね、鍵、多分閉めたよね、うん、寒かったね、雨の中冷えた。はい、テラもピコも頑張りました。テラちゃん今日は2位、3チームしか出てなかったけど、うん、まあ、うん、なんかなかなかなハイレベルやったね、うん、予選落ちすると思ったけど、うん、ギリ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 セーフって滑り込みました。危なかったな、危なかった。ピコちゃん今日ちょっと調子悪かったな。なんでキャッチしんの。なんでキャッチしんのって。俺が悪いのか。そうだ、父ちゃんが悪い。ちょっと投げ分けるのがさ、やっぱそんな器用にできんな、テラとピコとね。でも1日ずつ交代交代だよ。怪我もなくテラも頑張れたし、ピコもたくさん楽しく走ったでしょ。リコはさ、別に一緒に出ることが楽しいね、まだ。そういうことじゃない。なんで楽しい、リコもキャッチさせなあかんわ。7ポイント以上投げないとダメやな、リコ追い越しちゃうんだって。7ポイント
コンビットぐらいまで投げるぐらいの勢いでいくと、まあ追い越さんちゅうか。ただキャッチ率はまたそれで下がる、弾くやろな。今日はテラとママ、ピコとパパ、それぞれチーム楽しみ